お疲れ様です。前田です。ゴールデンウィーク、皆さんいかがお過ごしでしょうか。ということで、5月になりましたので、今月発売の、ゼンカイジャーのおもちゃとですね、気になるおもちゃを、チェックしていきたいと思います。ちなみに先月お話しした中二病、これはですね、買いまして、今僕の机の上にですね、飾ってあるんですけど、こんな感じで今写真載せてると思いますけど、今月も面白そうなガシャポンがあればなと思うんですけど、あ、今月はゼンカイジャーはデラックス版はないですね。なんだ、クロコダイオーがてっきり僕来ると思ったのに、今月ないんですね。そう、なんなら僕5月1日に発売するんじゃないかって、土曜日。で、だから今日出て、1日の今日出て、で、明日もう登場するのかなとか思っちゃってましたけど、まだなんですね。今月はロボット出てこないってこと？いやー、来週あたり出られちゃったら再現が、どうしようってなっちゃいますけどね。はい。ということで、今月あんまないですね。まずは24日の、これですね、誘導シリーズ、久しぶりにというか、初めてゼンカイジャーでは来ましたね。全何種類あるのこれ。9種類。あー、結構分かれてるな。ジュランとガオーンとブルーンが2つに分かれてて、あ、ゼンカイザーとゼンカイマジーヌは1個で完成するのかな。これはちょっと激戦になりそうですね。あー、やっぱそうですね。ゼンカイザー単品で完成して、で、マジーヌも単品で完成ですね。で、ブルーンとジュランとガオーンは、このコンビで買わないと、はい、この華奢な戦士になってしまうと。いうことですね。まあ、これでも遊べなくはないのかな。一応、ジュランの顔ありますし、ギアトリンガーもあるので、うん、そういうことですね。全部組み合わせると、いい感じですね。はい。ゼンカイザー。わあ、かっこいいですね。劇中のプロポーションに近いのかな。なるほど。かっこいい。よくできてる。結構、チェンジヒーローズシリーズが、稼働も優秀ですし、安定して立たせたりできるので、その辺がちょっとどうなるかですね。誘導も、ギアトリンガーとか、これがあるのはでかいですね、この盾。チェンジヒーローズシリーズ、このシールドがないので、いつもジュランは剣だけ持って戦ってますけど、巨大化前はですね。そう、なので、ギアトリンガーがついてるのはいいですね。ちょっと前までは、そう、編集で、5人に持たせるようにやってましたけどね。これが、5月24日でございます。あとはですね、あ、もう、食玩はこれだけか。で、デラックス版はなしと。あ、今月はちょっと寂しいですね。で、ガシャポンが、これですね。はい。機械戦隊ゼンカイジャーガシャポン戦隊ギア03ということで、第3弾はですね、ツーカイザー関連ですね。お、カッタナー。そう、カッタナーなんですね。僕、カッターナってずっと呼んでまして、再編中、カッターナ、カッターナってずっと言ってましたけどね、なんかの動画で。カッタナーですよね。ツーカイザー、カッタナー、リッキーですね。この3つがラインナップですね。これは、現状はですね、なりきりセットを買わないと手に入らなかったので、これは、買ってない方は嬉しいですね。200円ですし。で、あとは5番が、これ何？あ、サンバルカン。はい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 。で、あ、これジェットマンですよね。11番はマスクマン？あ、そうですね。あ、これがレジェンド。鳥と来てマスクマンでしたね。いや、なんなら10王者でまとめてくれてもよかったんですけどね。ということで、今回のレジェンド戦隊はこのマスクマン、ジェットマン、サンバルカンの3つプラス、ツーカイザー絡みということですね。これが5月の未定なので、何週目かわかりませんけど、要チェックですね。あと、ガシャポンでこれですね。ゼンカイジャービッグサイズ全開ウェポンということで、毎年恒例の膨らますやつですね。で、大きいやつ。ギアトリンガー、これでしょ？ギアトリンガー、ジュランソード、ガオーンクロー、ブルーンピッカー、マジーヌステッキ。この、全員のメイン武装が一つずつということですね。で、しかも、ギアトリンガーは、ここが光ってますね。全長約310ミリ。あ、30センチ以上あるので、でかいですね。そう、これ、あんまり僕毎年、
買わずにスルーし続けてます。あ、不均一だって。これレアソートですね、やっぱり。そう、毎年買ってないんですけど、夏になった時に、まあ、庭で、プール遊んでる時子供が、これあると、外でお水遊びしながらいいのかなとか思ったりしましたね。今年の夏のために、コンプセットを仕入れておくのもありなのかな。うん、うちの一番下の子はですね、全カイジャーのダンスをですね、毎日踊ってますんでね。今年のダンスむずくないですか？キラメージャーのエンディングの踊りに比べると相当スピードが速いし、なんか難易度高くないですかね。僕も全然真似して踊ってますけど、2、3回踊ったらもう息が上がってですね、ダウンしてますよね。なかなか激しい踊りでございますけど、これも5月未定でございますので、チェックですね。以上かな？あー、そうですね。残念ながら、今月はゼンカイジャーのアイテムは3つか、寂しいですね。もう一回ちょっと見てみる。ないよね。ないよね。ないよね。これでしょ？あららららら、ら、ないな。やっぱそうなんだ。うん、これでしょ？で、これでしょ？だけですな。はい。ということで、5月は、全カイジャーは以上でございますね。で、ここからはちょっと気になるガシャポンなんですけど、これ、サイゼリア。もう大学の時に、めちゃくちゃいっぱい行きましたね。毎週、週1で行ってましたね、絶対。そう、僕テニスのサークルに入ってて、大学生の時に。水曜日と土曜日活動してたんですけど、水曜日の夜とかによく行ってた気がするなぁ。いやー、これ全部食べたことあるし、あ、看板は食べたことないけど。これいいですね。おー、よくできてるっぽいっすよ。そう、再現でチラッと料理を出すときに、まあ、使えたりするんですけど、なるほど。そう、こういうアイテムがあれば、想像チェンジ全開シリーズとかでも使えたりするので、面白いですよね。1個300円か。看板はいらないけど、コンプセット買いますかね。すべて集めるとフルコースを再現。サイゼリアのフルコースですよ。これいいですね。あとは、なんかないかな。パッと見、プリングルスチャーム。あー、これもなかなか可愛いですね。これはコンプセットはいらないので、見かけたら一回回したいぐらいですかね。ミニチュアチャームコレクションか。うん、どれか一個あれば良さげなやつですね。このポテトチップの小さいのが良さげですね。皆さん、6月のやつをちょっと覗いたら、ここに来てますね。上旬、デラックス通貨用、通貨リッキー&通貨買ったな。これちょっと見たいですけど、次回の楽しみに取っておきましょうか。やっぱ5月は出ないんですね。6月発売ということで、もう乗ってるってことは確定で6月ということですよね。前倒されたりは、まあ、しないんでしょうけど。いやー、そうか。1ヶ月間、じらされるなー。はい。てなわけでですね、5月発売予定のですね、全カイジャーのおもちゃをチェックしてきました。今月はちょっと少ないですけど、6月上旬にはですね、ツーカイザーのデラックス玩具来そうなので、まあ、楽しみは増えましたね。まあ、今月はこの誘導と、あとはま、ガシャポンの戦隊ギアかな。それを僕はコンプセットを買いますので、またちょっと手に入れたらですね、動画にしたいと思うんですけど、とま、だらだら喋ってますけど、皆さんゴールデンウィークは、どうされるんですかね。今日がもう1日ですから、あとま、2、3、4、5、まあ、4、4連休、4日間。6日はお仕事って方多いですもんね。木金。まあ、カレンダー通りっていう方が今年は多いのかな。僕はですね、まあ、ゴールデンウィークは、今日1日はですね、まあ、この動画を撮りたいので、今、まあ、事務所に来てますし、あと明日は全カイジャーがオンエアされるので、その再現を、まあ、明日放送されたら、まあ、すぐ作って、まあ、ゴールデンウィーク中にですね、パート1、パート2あたりはですね、皆さんにお届けしたいなと思ってるんですけど、一応、まあ、3、4、5はですね、完全に休んでもいいように、もう動画は作りためしてあります。幸い恐竜ジャーのですね、ブレイブ4がですね、あったり、
しますのでね。はい。まあ皆さんちょっとゆっくり。まあ今年はちょっと家でゆっくりっていう方が多いと思いますけど、まあ日々の疲れをですね、取っていただいて、また休み明けから頑張っていこうということでですね、参りましょうということでございます。ということで、5月の発売カレンダーでございました。今月も戦隊見てですね、おもちゃ楽しんでいきましょう。お疲れ様でした。前田でした。よろしくお願いします。前田でした。